く行こうという声をまずかけていました。そして先日の練習でカプテンのメンバーに君たちもセレッソも一員だからプライドを持って戦う、一員だからプライドを持って戦おうという言葉でした。実力はリーグ戦のメンバーには少し劣るかもしれないけれども戦おうという姿は誇りに思っている、今日は油断することなく勝利を目指してほしいと話していました、はい、さあ左サイド小野沢、中でリカルド3投を目指してほしいと話していました、はい、さあ左サイド小野沢、中でリカルド3投、小野沢、中でリカルド3投、枠は捉えられませんでした。今やっぱり小野沢大事にやっぱり仕掛けのボールそうです、これですね、ここも小野沢です。小野沢クロスを上げてリカルド3投、胸で落とす、エリアの中、左足を振り抜いた、クロスを上げてリカルド3投、胸で落とす、エリアの中、左足を振り抜いた、福光でしたが、福光からリカルド3投、小野沢サイドを変えました。竹本ワンタッチ、秋山中に入れてリカルド3投、福光だ、秋山中に入れてリカルド3投、福光だ、秋山中に入れてリカルド3投、福光、リカルド監督の外にいた福光、1点を取ったのはセレッソ大阪のティップ、サイドチェンジ通った、田中雄介、左の福光に振って田中雄介上げてくる、リカルド3発、田中雄介上げてくる、リカルド3発、右足合わせてきました、田中中央に合わせてきました、福光ちょっとトラックが大きくなった、竹本右足を中央で振り抜いていきました。見事勝利でノックアウトステージ進出を決めました。今のお気持ち聞かせてください。そうですね、まあずっと負けてなかったので、まあ、今日もしっかり勝とうということで、まあ、しっかり勝ったので良かったです。その勝利に導くゴールご自身決めましたけれども、秋山選手からのクロスでしたね、振り返ってください。そうですね、まあ大地がいいボールくれたので、あと前でリカが潰れてくれて、またまた僕のところに来て、まあ、冷静に流し込むことができました。今日の試合振り返っていかがでしょうか。글쎄요뭐관심을하실수도있었겠지만뭐그렇지않고선수들정말끝까지토론을보여준것에대해서정말감사하게생각합니다そうですね、油断することもありえなくないんですが、選手たち油断することなく最後まで闘志を燃やしてくれました。本当に選手たちに、感謝の気持ちを伝えたいと思います。